皆さんこんにちは。本日はラグビー日本代表藤尾選手について話していきます。ぜひ最後までご覧ください。ラグビーワールドカップ日本大会で初の決勝トーナメント進出した日本代表は18日都内で記者会見を行い、20日の準々決勝南アフリカ戦東京スタジアムの先発メンバーを発表。スコットランド戦で負傷交代し涙したピアール・デュジオンがスタメンに名を連ねた。大会公式ツイッターの速報にもブーブー戻ってきた。スコットランド戦の分までぶちかませとファンの声が集まっている。日本の最前線に頼れる男が運命の8強決戦に名を連ねた。メンバーはスコットランド戦から FB 山中亮平が変わったのみ、フジゴンも PR で出場する。外戦は前半21分に脇腹を痛めて負傷交代。一度はプレーを続行しながらベンチの判断でピッチを去る際には男泣きし、その様子が大会公式ツイッターに動画で公開されると、君こそが最高の侍、この場面で泣いたと感動を呼んだ。状態が心配されていたが無事にスタメン入り。大会公式ツイッターでも速報されると、返信欄には具選手復活できてよかったね、グーグー戻ってきた。スコットランド戦の分までぶちかませ無くによかった、具選手大丈夫なんですね、具選手頑張ってくださいとファンの歓迎の声が続々と上がっていた。最強の布陣を揃え日本も南アフリカに挑みかかる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。